見ていきます。はい。コースされる。うん。あ、持ってないと。一応。あ、なんかかける。うん、あ、紙みたいなやつ。ブヨとかいるからね。よろしくお願いします。
逆だよ。右から始めるんじゃない？あ、そうなんですね。戻って。なんだよ、入って一回こっちで。ナンバラリと申します。東京から来ました。ぜひみんなに聞いてほしいお知らせなんですけど、2年ぶりにアルバムをリリースすることになりました。10月の14日です。ありがとうございます。ホームタウンっていうアルバムです。この生続きのショーに誘っていただいたのも、もともとは富山で出会ったアーティストの主催なので、富山で出会ってたはずなんだけど、いつの間にかお友達になってしまって、こうやって友達が大きなことを成し遂げるというのは希望になりますね。私たちはそうやって出会った人のところに帰れますように、また会えたねって、ただいまって言えるように、ホームタウンってアルバム作りました。私の故郷が誰かの故郷になりますように、誰かの故郷がこれからの私の故郷になりますように、今までのこととこれからのことと詰め込めました。一人でも多くの人に届いて、何かを持ってくれる人が一人でも増えればいいなって思ってます。今日出会った皆様、ノンブラリと申します。どうぞ私たちよろしくお願いします。ありがとう。そんなホームタウンから一曲聴いてください。ホーム。